コニー・フランシスコニー・フランシスは、アメリカ・ニュージャージー州ニューワーク出身の歌手、女優、イタリア系、本名コンチェとローザ・マリア・フランク・ネーロ、11歳の頃からショーに出演し、1955年にフレディで歌手デビューしたが、しばらくヒット曲は出なかった。1958年にリリースされた、Who's Sorry Now が大ヒットしてからは、 1960年代前半にかけてヒット曲を連発。1961年にはト o g e t がヒットし、ビルボード誌のアダルトコンテンポラリーのシングルチャートで女性として初めて1位を獲得した。女性初のロックンロール歌手と言われた。また様々なジャンルの歌を歌った。日本語、ドイツ語、ユダヤ語など15の外国語でのレコードを吹き込んでいる。 1974年11月8日、ウエストベリー音楽フェアに合わせて、ニューヨーク市内でホテルに滞在中、突如客室内に不法侵入した黒人の男から、強姦被害を受ける。その後、安全性を確保しなかったとして、彼女はモーテルチェーン側を提訴し、その結果、約300万ドルを支払うよう判断が示された。これまで、4回結婚離婚歴があり、 最近では TV プロデューサーのボブ・パー・アーキンソンと結婚及び離婚をしている。世界各国でヒット曲がカバーされており、日本では広田美恵子や中尾美恵などがカバーしヒットしたことで知られる。民族舞踊を意識するミシルルを歌っている。後にパルプフィクションやタキシーシリーズで有名なディックデールのギターによる曲調ができる。AB ソング等する120。 バケーションコニーフランシス BSTBS2019 年4月28日午後11時、放送 https コロンスラッシュスラッシュ www.bs-tbs.co.jp スラッシュ songtoSoul スラッシュ o n a i r スラッシュ o n a i r 1 2 0 h t m l ありがとうございます。